ここにも妖精いると。なん、どうなってんだこれ。上で何か乗ると、天秤みたいになってて動くってことか。下になんかあるのかな。なんかここまで来てさ、ここまで来てさ、ここまで来てさ、戻るとか嫌だからさ、これじゃあ、え？来ちゃった。え？どういうことだ。あ、わかった。落ちちゃった。こっちに乗るじゃん。もしかして木箱とか乗せるやつかな。あ、木箱とか乗せるやつだったかも。全部破壊しちゃったけど。そういう時のためにこいつらがいる？あれ。あれ全部凍るわけじゃないんだ。下になんかあるじゃん。樽みたいなやつ。するんだろう。樽みたいなやつあるけど、ん？うわ、妖精出てきた。なるほど、妖精も大事だけど、妖精も大事なんだけど、これさ、木箱置くんだったとしたらさ、積んでませんか。あ、上になんかある。思い込みは良くないですね。じゃあちょっとこいつちょっと邪魔。ちゃんと積まないようになってるのね。よし。で、ここに宝箱あるんだけど、あっちに行くには。面白い。よいしょ。こうして、こうして、で、これを回す。ああ、これで緑の水を流してるんだ、向こう側に。ようやくわかった。なんで回してんのかなって思ってた。それで
こいつがめんどくさいと。で、宝箱を取りに行きたいんだけど、あ、危ない。うわ、最悪。よし、ふう、気をつけて気をつけて。まっすぐ入力するっていうのがちょっと、右が気になって気になって、右が下も気になるし、いけるかなこれ。え、いけないじゃん、嘘でしょ。え、どうやって行くのあそこ。ん、これ微妙な高さになってるのは、身長高くしていけるってことね。もう一段いけるのかな。これは無理なんだ。ここ降り、そっちはダメ、危ない。それで、フックショットで向こう側に行くってことか。なるほどね。戻るときどうすんだろう。まあいいや、行ってから考えるか。あ、戻るためにこの真ん中の穴があるのか。よし、これで13人目で、あと2匹ですね。まだ行ってない部屋があるから、そこで2匹取れればいいんだけど、多分取り逃しここまででないと思う。ちょ、なんかいっぱいいる。ないと思うんですよ、ないと思うんで、多分大丈夫だと思うんだけど、先に進みましょうかね。これでようやく先に進める。こっちで次のマップですね。ここはあれ、あ、来たとこだ。はいはいはい、ここに戻ってくるんだ。戻ってくるのはいいとして、行ってないとこある？他に。これ上が中ボスじゃん。上が中ボスの部屋で、多分左が氷の宿ったとこで、あとボス部屋だけ？とりあえず真ん中の、あ、真ん中のとこに行く前に魔力を補充しつつ、2マップ目に行きましょうか。よし。それで、行ってないところは多分一番下の段で流れが変わって緑に入れるようになってるはず。よし。ここは多分行ってない最後のところ。だよね。ここ、妖精2匹ないと困るのですが、とりあえず、床の壺を割っていこうか。あ、いるじゃん、1匹。で、ここはボス部屋でもあるっぽいんだけど、まず1匹でしょ？よし、よしだけど、これ流れあるかな。あっちに流れあったら困るから、ここはどういう部屋なんだろう。え、戻るときに回収しなきゃいけないのかな。陸に登れたら
多分太陽星のお面で来てくれると思うんだけど、よいしょ、あれあれあれ、よしよしよし、これで一匹来るじゃん。もう一匹いないとダメですよ、このマップに。うん、このマップにもう一匹いるっぽい。どこだろうね。これね、通ったわけだけど、最後の一匹がわからない。多分こういう時はこれでいるはず。え、いない、どういうこと、どこにいるの。え、いないんだけど、どういうことだろう。あと一匹なのに。え、あと一匹なのに。あ、いた。これで妖精全部ですね。よいしょ、いけるかな。よし、ようやく、ようやく。長かったグレートベイの神殿も終わりに近づいています。あ、ちょっと待って、今何分録画してんだろう。ちょっと待ってくださいね。お待たせしました。大丈夫でした。じゃあ、ボスを倒しに行きます。全部、妖精取ったよね。よし。まあ、問題はこの妖精の、元の大妖精がどこにいるかわかんないってことなんだけど、まあ、多分ゾーラホールのあのマップ、ゾーラホールのあるマップのどっかにあるんでしょう。そっか、戻したから。あ、もう一回ゲッコ倒してきます。ここまで来たのに。よし、ようやく、ようやく、ようやく戻ってきた。なんか行きたくない場所にすごい行っちゃって、ゲッコを倒すのも大変だったし、ゲッコを倒した後に戻ってくるのも大変でした。なんかね、水の流れが変わってるから、何回も何回もでっかい歯車のところ、前回の動画の終わりのところまで行っちゃって、あの歯車をなんかちょうどいいところで水を凍らせて止めるっていうのがすごいめんどくさかったので、毎回太陽の歌でダンジョンの入り口で戻ってきてました。まあいいや、それは。というわけで、ようやくボスに行こうと思います。わー、緊張する。ちょっと上見るの怖いんだけど、下も怖いんだけど。え、これ大丈夫？すごい。スタって着地した。あ、なんかこれ水の神殿でもこんなんじゃなかったっけ、ボスの登場シーン。ボス視点なんだよね。そこに魔力の壺があるということは、うわ、巨大仮面魚グヨーグ
どの辺が仮面なんだろう。そこに魔力の壺がある。あれ矢もある。なんで矢があんだ。凍らせるのかな。潜ってみよっか。行くよ。具はどこ。うわー、食べられた。あ、ダメなんだ。え、どういうことだ。じゃあちょっと待って、どういうことだろう。正面からいたらダメってこと。食べられるってこと。ちょっと待って、グヨーグの説明を聞こう。グヨーグどこ。ゆるゆる地上には上がってこないのかな。わあ、びっくりした。何、危な、食べられた。そういうことね。ちょっと説明をさ、まず聞かない？今近づいたって食われるだけは水面から襲ってくるあいつをどこかに当てまずは弱らせる。わかりました。注目したくない、やだ。だって食べられちゃダメってことね。わかった、わかったんだけど死んじゃう。ここもこれから出るのはどうしたらいいだろう。まずは弱らせる。どこにいるのそもそも。だ、あ、そういうことをしてくるんだ。氷の矢でいいんだろうか。ジャンプの瞬間にジャンプで上がってきたら、うわ、ジャンプで上がってきたら、上がってきた後で撃つみたいな。うん、うわー、食べられる、食べられちゃう。あ、死んだかも。けど妖精2匹いるんで。妖精2匹捕まえてきたんで、このダンジョンの入り口とダンジョンに来る前のあの、なんだっけ、ルルのところ落とした後に食いに来るのか。どこ、そもそも。いた、なんでジャンプしてこないんだろう。ジャンプしてこない、なんで。なんでジャンプしてこないの。あ、あ、一回攻撃した後に、一回攻撃するとこっちから先にちょっかい出さないといけないってことか。え、当たってるこれ。燃やすのかな。普通の弓矢でやってみるか。わかった。こさげせるじゃん。その後切るんじゃない？え？弱らせてってきたよね。あ、当たってる。あ、え？その間になんかするってこと？ちょっと待って。今じゃない、今。え？食べられた。追加ダメージめっちゃ食らってる。こいつは水の中は強いってことね。
ず死んじゃうよ。早く登って、怒るよ。よし、ここ体力のなんか出ないかな。弓しか出ない、やだ、出てるのは嫌。ここだ、あぶねえ。でこの間に、違う、どうやるんだっけ、違う、あ、もう分かんなくなった、最悪。地面に潜ってると普通盾構えちゃうのか。はい、ちょっと魔力回復しよう。魔力のツボさん、やばい。ダメだ、これ一回死ぬかも。登って、早く。オッケー。どこ？いた。いた？いない。で一回休憩しちゃうんだけど、これで、やばい、逃げろ、逃げた方がいい。逃げよう、食べられちゃう。潜って、やばい、魔力のツボはいいんだけど死んじゃう、やばい、危ない。これさ、地上から一生弓じゃダメなのかな。あ、